追い越し野郎は、1962年制作、D のリージ監督のイタリアのカルト映画である。イタリア式コメディの時代の一作である。同作は、1960年代初頭のイタリアを描く心に訴えるポートレートであり、経済的奇跡が家族中心的社会から、個人的で消費的でより浅いものへと国家を変容させることをスタートした時だった。リージ監督は、 異なる結末を考えていた。ブルーノはロベルトに殺されるというものだが、予算の関係で撮影されなかった。このドラマティックなエンディングで、ガスマンはモーターウェイの警官に自分がロベルトの性を知らないという。確かにロベルトは性に言及していない。ロベルトのアパートで自己紹介した時、その臆病な声はブルーノのカラフルで大きな声の挨拶にかき消され、 聞き損なってしまったのだ。同作の影響力は大きく、デニス・ホッパーは、追い越しやローザ・イージー・ライフにインスパイアされて、イージー・ライダー・イージー・ライダーを、同じようにポピュラーソングや守りで監督し、近年の映画、モーターサイクル・ダイアリーズの脚本にも影響を与えた。また、アルベルト・ソルディが、ほぼキャスティングされていたのだが、実現しなかった。同作を制作しなかった。 ティノデラウレンティスと、排他的契約をすで結んでいたからである。なお、劇中で、ビットリオガスマンが運転していたのは、ランチアウレリア B24 スポーツである。煙に霞み、夢見がちな、太陽に焼けつくローマの8月のある午後、臆病で真面目な方学生ロベルトは、部屋の窓の下に、ランチアウレリアコンベルティブルで現れた。 40絡みのブルーノという名の男にさまつなことを頼まれる。一本電話をかけてくれないか、と。この若者はブルーノに上がってきて自分で電話をかけるように言い、友人たちにコンタクトし損なった後、ブルーノは一杯飲みに誘うことで、ロベルトへの礼を返すことにこだわった。その日は勉強にも飽きていたので、若者は誘いに OK した。 アウレリア街道を流し始め、そこでロベルトは、普段は何もないはずのさりげない悪意から離れることに、気が進まないというか、離れられなくなっていた。ブルーノは、声がでかく、直接的で、少し雑で、話に下駄を吐かせるほどの自慢家だが、魅力的で、好かれる男だ。一方ロベルトは、完全にその対局にあり、彼の衝動的で呑気な態度に引きつけられるのを、感じた。 ラツヨ州とトスカーナ州の海岸を上り下りする2日間のうちに2人の男たちはお互いから何かを学ぶことができた。ロベルトは自分の子供時代が自分が常に維持しているよりは輝かしいものではなかったことを初めて知り、ブルーノの結婚の失敗について知り、ブルーノが偽っている半分ほども呑気ではないんだと、ブルーノの娘が実感していることを知る。 二人の友情と男の絆は短く終わる。ロベルトに勧められ、ブルーノは危険な運転を試み、結果としては事故になる。若者は車と共に岩だらけの崖から転落し、血まみれでショックを受けたブルーノが曲がり角の先に残された。一緒に過ごした時間は若者のせいすら尋ねないような短い時間だったと思い知る。ありがとうございます。